はい、どうも、ノラでございます。放課後ミステリーやっていきましょう。スタート。まあ、放課後に、そうですね、帰宅部のイエズくんって言うんですけど、その人に、まあ、謎が持ち込まれるんですけど、それを会話しながら、まあ、解いていくゲームですね。今回の依頼人は、波風くんだって。すごい波乱万丈な人生を送ってそうな名前だね。放課後の教室に現れた風紀委員の波風は、風紀の乱れを正したいといい。ああ、風紀委員なんだ。すごいなんか喧嘩っ早そうな顔だね。まあ2年生ですね、この子も。行きましょう。ナンバー4、波風と風紀ですね。いやー楽しみだなー。いやこのアプリいいよなー。一話一話なんかちゃんとストーリーがあってね。面白いね。謎解きもなんかいい感じの難易度だしね。すごいなんか文章力というか、言葉の裏とか行間を読まないと解けないみたいなのもあるから、すごい国語の勉強にもなるってね。毎回これ言ってるけど。まあはい、早速行きましょう。風紀の波風だ。あーすげえ熱血系ですね。いや漫画とかアニメに一人はいるよね、こういうキャラね。ちょっといいか。びっくりマークすごいな。もうちょっと静かに話しません？波風くん。あ、遠村さん。あ、そうですね。この二人がまあ放課後、まあ、依頼を聞いて謎を解いてくるっていう感じですね。遠村さんはこの女の人で、なんか情報提供みたいな、なんだろう、補足役みたいな感じですね。お前たち二人に相談がある。文字の大きさからなんか声の太さとかが想像できそうですね。相談ですか？最近この学校の風紀を乱す不届き者がいるようだ。結構事件だね。そのような不埒なものを見逃すことができるか？いや、できない。なんか政治家みたいな話し方だね。討論みたいな。あ、思ったんだけど、この波風くんなんか政治家見てそうだね。必ずや見つけ出し、制裁を加える。あ、結構過激な人だった。いやー、ちょっとダメですな。制裁を加えるか。風紀は、まあまあまあ、正すの、風紀は、まあ、治安を乱す人を見つけて、まあ、取り締まるのが仕事だけど、制裁を加えるはちょっとやりすぎじゃないか？声がでかいな。あ、そう、イエズ君とは正反対ですね。そういえば、確かに。なんかイエズ君結構クールだもんね。で、ディスカッション開始ですね。で、まあ、こっから、まあ、会話しながら、ちょっとずつ情報を、まあ、集めていくというか、まあ、整理していって、まあ、謎を一個ずつ解いていくって感じですね。風紀を乱す不届き者というのは何者なんでしょうか？そうだね。まず人物像をはっきりさせないとね。そもそもその不届き者というのは何をしたんだろうね。特別棟1階の女子トイレに出入りしている男子生徒がいるらしい。あー、なるほどね。え？2日前一部の文化部から風紀に相談があったんだ。犯人が目撃されたのはこの1週間で3件。同じ犯人ってこと？昨日と一昨日、そして月曜日に1件。それ以前は目撃されていない。昨日と一昨日、そして月曜日に1件。今何曜日なんだろうね。目撃したのは新聞部の1年生、美術部の3年生だ。私たちが特別棟に行くのは美術など移動教室の時のみですが、一部の文化部は部活動中に特別棟を利用していましたね。あー、なんかそういうなんか特殊な感じの、まあ移動教室的なのが集まってるとこってこと？美術部とか美術部とか美術室とか、あー、そういうことっていうのがあるのか。まあ授業以外で普通の生徒は行かないと。って感じだね。またはもしくは部活か。ああ、新聞部、演劇部、そして美術部が1階で活動している。グラウンドから近く、体育の時に使用する生徒も少なくない。体育の時に使用する生徒も少なくない？グラウンドが近く。ああ、ここの特別棟のトイレってこと？放課後はグラウンドで野球部と外ボール部も練習している。案外特別棟1階のトイレは頻繁に利用されているようだ。なるほどね。まあ、グラウンドから近かったらまあね、まあ、近い方に行くよねっていうね。風紀は相談を受け、2日前から男女一組で見回っていたが、てか思ったんだけど本当に男子生徒なのかな？男子生徒に見える女子とか？まあでもジャージの形状とか色違うのかな？男女で。どうなんだろう。たまたま女子のを借りて忍び込む。なんだろうね。まあまあまだちょっとわかんないですね。授業の合間の見回りでは犯人の姿を見かけることすらなかった。ということはその犯人は、授業の合間の見回りでは、休み、中間休みみたいな、まあ、授業と授業の間の10分休みみたいな感じの間で見回ってたってことか。で、放課後、目撃されたんだよね。出入りしている男子生徒がいるらしい。で、目撃したのはグラウンド使ってる生徒じゃなくて、教室使ってる生徒っぽいね。新聞部と美術部でしょ？で、体育の時に使用する生徒も少なく。まあまあまあ、グラウンド使ってる、まあ、野球部とソフトボール部の目撃はない。まあ今のお話を聞いてる限りだと、ないから？ん？まあまあ、とりあえず、犯人は？部活動中に侵入している。授業中に侵入している。夜間はないよな。夜間だったら目撃情報ないもんね。
で、授業中に侵入している。合間の見回りでは犯人の姿を見かけることすらなかった。え、部活時間中だよね、多分目撃に侵入している。移動教室、まあ一部の文化部は使ってて、新聞部と美術部は部活で使ってるから、まあ部活か、じゃあ。うん。え、でもな、あれだな。グラウンド近いんだよね。グラウンドを使ってる部活動の人から目撃されてないから、え、授業中？授業の合間の見回りでは犯人の姿を見かけることすらなかった。やべえ、国語力。え、これわかんないの、やばい、やばいのかな。うん。まあ、頻繁に利用しているから、放課後だと。で、目撃情報ないから授業中ってことか。え、違うの？嘘。ははマジ？え、でも目撃者はいないよね。頻繁に使ってんだよね、ソフトボール部とか。わー、マジか、ミスった。イエズくん、お疲れのようですね。ははは。マジか。考えすぎか？わー、ちょっとショックだな。巻きを取り直して、まあ、夜間は絶対ないから、部活動中にってことか。放課後の部活動時間中に侵入してるんじゃないか？うん。まあ、美術部と新聞部が目撃してて、まあ、部活で、まあ、その特別棟を使ってるんだもんね。うん。え、でもソフトボール部とかも使ってんだよね、頻繁に。目撃情報がないんだが、まあ、とりあえず続き見るか。特別棟で活動する文化部の生徒ばかりが目撃しているようだし、授業中ならそんなに目撃情報も出ないだろう。ああ、そっか、部活、あ、そっかそっか。ああ、授業中に見つかってるんじゃなくて、あ、そうか、部活で使ってて、その部員が見てるから、部活動時間中ってことか。で、授業中に使ってたら、まあ、授業が終わった直後にも、まあ、そうか、見られ、なるほどね。はい。授業の合間。まあ、でも、授業中に忍び込んでるだと、トイレに行く、まあ、授業中にトイレ行きたいっていう人がいて、そこから目撃情報もないか。あ、まあ、まあ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 。まあ、特別棟を使ってる部員が見てるって時点でそっちなのか。ちょっと考えすぎか？やば。確かに。部外者の可能性はないの？それはないだろう。目撃情報によると、犯人は当校のジャージを着用しているようだ。うちの生徒なんですね。残念だが。ジャージか。それなら犯人が何年生かくらいは特定できるんじゃないか？あ、学年によってジャージの色違うのか？確かにプリントされたラインの色は学年ごとに違いますよね。あー、そっか、確か、そっか、俺ん時の中学校、まあ、こんなこと言ったらあれか、まあ、言っていいのかわかんないけど、学年でジャージの色違ったようよ。あ、でも靴の色が違ったかな。ジャージの色は一緒だった気がするが、まあでも学校によるか。ちょっとうろ覚えだな。ジャージのあの、ラインの色違うんだ、学年で。へー。残念ながらそこまで冷静に観察できた生徒はいなかった。ただ、見回りの時に気がついたんだが、特別棟1階のトイレには男女とも乾いた砂が上がっていたんだ。なんか刑事みたいだね。手がかり。これはつまり野球部が怪しいのではないかと思うのだが、乾いた砂。うん。女子トイレに砂をあげたのはソフトボール部ではありませんか？ソフトボール部は女子部員のみですし。確かにね。女子、男っぽく見える。そうだね。スポーツやってたらね。うん。髪短くして、なんか男っぽく見える人もいるんじゃないかな。どうなんだろう。ゴリ、まあ、ちょっと言い方悪いけど、ゴリラみたいな女の子とかだったりね。見た目が。いや、しかし野球部の可能性は捨てきれないのでは。波風くんはなぜか野球部だと思ってる。いや、目撃されたのは野球部じゃない。彼らは、ユニフォームは着用している。あー、確かに確かに。部活中はユニフォームしてるよね、野球部。まあでも、ユニフォーム、そうだね。まあ雨の日に筋トレしかしないとかだったら、まあ、ジャージとかも、あるかもだけど、外でやってたら、大抵ユニフォームだよね。ちょっと野球部じゃないからちょっとわかんないけど、まあ着用、まあユニフォームですね。練習中はユニフォームを着用しているはずだから、目撃されたのはジャージを着用していた生徒だ。なるほどね。確かに、言われてみれば野球部はいつも練習着だな。砂を上げたのは戸村さんが言うようにソフトボール部だろう。じゃあそもそもあれか、男子じゃなかったじゃないか。勘違い、まあ、なんで勘違いしたかだよな。ジャージを活用して活動している文化部もあるんじゃないか。あ、まあ確かにね。特別棟1階を使用している文化部は新聞部、演劇部、美術部。そのうちジャージで活動している部活は演劇部と美術部だ。ああ、なるほどね。まあ、動くし演劇部は美術部だと、まあ、汚れたりするからか。詳しいね。今回の件について聞き込みを行ったからな。まあ確かに刑事も見てそうだね。あ、波風くん、政治家もいいけど、なんか警察も見てそうだね。何が何でも犯人を追いかけるみたいなね。根性あるというか。まあまあ、それは置いといて。今回について聞き込みを行ったから。演劇部は今男子生徒が不在で募集中と言ってたぞ。ああ、そうなんだ。
それで信長さんは髪を切ったのだそうですよ。信長さん？演劇の絵に長いって書いてる。いいね。ぴったり名前だね。このクラスの信長さんです。彼女は演劇部の演者なんですが、同じクラスなんかい。あ、イエズ君、人に興味なさそうだもんね。先週末に役作りのために髪を短く切ったそうなんです。あ、じゃあその子を見間違えたんじゃないのか？シンプルに。とってもお似合いで、2年女子の間で話題になっていたんですよ。へえ、残りの2つには男子生徒が所属しているのか？ああ、美術部と新聞部には男子生徒が所属している。いや、演劇部の子だと思うが、まあ、男装してて男役やるから。で、男装したままトイレ入っちゃって目撃されて、あ、男が入ってったみたいな。思われちゃった感じじゃないか？では、その男子生徒の中に犯人がいるんでしょうか？どちらも犯人ではない。新聞部はそもそもあれだもんね。ジャージ着ないんだもんね。で、美術部は、どちらもまあ演劇部のこの信長さんだと思うんだけど、美術部じゃない理由、美術部じゃない理由なんだろう。あー、でもあれか。目撃したのが美術部だから、美術部だとしたら犯人が、あー、でもこれでもわかるじゃんね。演劇部じゃんね。とか、目撃したのさすがに、部員を、まあでも、とか、入ったばかりの新人で顔を覚えてないみたいな。美術部の3年が見てるけど、新入生の顔を覚えてないとかあるかな？ないか。さすがにないか。新入生が、まあ、その美術部に入ったばかりの新入生がトイレに出入りしてて、美術部3年生は、その、まあ、覚えてなくてってないよね。まあ、普通に考えたらあれか。同じ部員の、まあ、入りたてだとはいえ、まあ、わかるよね。すげえ目悪くて、すげえ遠くから見てたな。なら、まあ、あるかもしんないけれど、でも、はっきりあれだよね。男子だと思ったってことは、顔とか見てるってことだよね。後ろ姿だけで男女か。まあでも、美術部の3年生が目撃してるから、美術部ではないってことかな。で、どちらも犯人ではないかな。いや、どちらも犯人ではないだろう。新聞部の生徒はもともとジャージで活動してないようだし、もし侵入した男子生徒が美術部なら、目撃した美術部の3年女子が正体に気づいたはずだ。そうだよね。犯人の候補が全て消えてしまったが、目撃情報は1年生と3年生からだよね。ああ、そうだが。だとすると目撃情報が出だしたタイミング的にも、犯人は波風くんだ。はは。あ、波風くん柔道部なんだ。犯人は帰宅部の僕だ。ははは。急な自白。まあ、犯人は元気、まあ、髪切ったばかりで、だろうね。なんだっけ、これ。末永さんじゃなくて、なんだっけ、名前。べ。あ、信長さんだ。信長さん。タイミング的に信長さんだね。髪切ってちょっと男役でもできそうなぐらいで、犯人は演劇部の信長さんだ。え？彼女が短く髪を切ったのは先週末。そして目撃情報が出だしたのは今週の頭から。目撃情報が演劇部以外、しかも2年以外からしか出なかったのは、あ、まあそうだね。演劇部と2年生は彼女が髪を切ったと知っていたからじゃないか？そうだね、そうだね。3つの部活のうち演劇部だけ情報がないんだもんね。目撃情報というか。てか演劇部にさ、聞き込みすればもうそこで分かったんじゃないかな、波風くん。まあいいか。真実は分からないけど、これが僕の推論だよ。終わったね。いやー、最初ミスったね。なんか、毎回最初ミスってる気がする。考えすぎか？いや、考えすぎというか、国語力だな。こういうとこ突っ込まれるんだよな。え、なんでここ、そこ選ぶんですかみたいな。精進だね。まあまあまあ、いいんだけどね。波風くん？少し休憩にしましょうか。あ、出た出た、広告タイムですね。うまいよね、これね。信長さんを知らない1年と3年が、彼女を男だと見間違えたということか。動揺していて、顔もよく見られなかったのかもしれません。二人の話には確かに説得力がある。だがしかし、これから自分が相談してきた生徒にそのように説明したとする。だがもし間違っていたら、自分は大層失礼なことを言ったということにならないか？それを言うなら僕の方だけど、そうですね。まあ男だと勘違いされてるみたいな感じだもんね。もし本当に男子生徒が入ってて、冤罪だとしたらってことか。まず本人に確認すればいい。あ、まあそうだよね。僕は真実に基づいて話しているだけで、彼女を、彼女を、いやー、漢字読めねえ。落とす意図はないしね。彼女を汚す意図はないしね。なんだこれ、なんて読んだ？やば。国語力が。あ、出た出た出た。事実を言ったまでですよ、みたいな。もう嫌われるんでやめましょう、それってね。なんかやってたね。ネット記事で。なんか、ひろゆきの真似して、
それってあなたの感想ですよねって、僕は事実を言ったまでですよって上司に言ったらめっちゃ嫌われたみたいなね。あれはひろゆきだから、まあもうキャラだから、もうなんだ、そうそう、キャラにはまってるからいいわけであって、一般人がやったらただのなんかめんどくさいやつだからね。まあやめましょう。もしも彼女が失礼だと感じたなら謝る必要があるんだろうけど、お前たちがもし別の性別だと勘違いされたらどう感じる？あ、まあそうだよな。驚きます。あ、まあでも男装をなんだ目指してて、うん、逆に嬉しいんじゃないかな。あ、やった、騙せたみたいな。まあ男役をやってたとしたらね、うん、で役作りでそういう格好に、あ、でも髪切ったってそういうことだよね、役作りのためにやったんだもんね。男に、うん、そうそう、男の演技を、男になりきる演技をするのに男だと勘違いされたらそれは嬉しいんじゃないかな。どうだろう、まあ演者として眼科を進めるだって。まあ普通の子がまあ普通に生活してて違う性別だと言われたら、まあ確かに失礼というかね、うん、ショックだろうけど、どうなんだろうね。そうか、そんなものか。あ、まあそうか、本人にも聞きづらいって話か。今二人とも感謝するぞ。なんで？ありがとう。え、なんで？え？え？うん、うん、驚く眼科、そうか、そんなもんか。感謝するぞ、ありがとう、どういうこと？余計聞きづらくなったんじゃないのか。もし彼女が失礼だと感じたら謝る必要があるんだろうけども、そうか、そんなものか。あ、その程度かって意味？驚きます。失礼だとは感じてないって意味？ん？あ、まあいいか。誰かに対して失礼にならないようにするには敬意を失ってはいけないということですね。あ、そうだね、それはわかる。親しき中にも礼儀ありというしね。私はゆずくんに対してもとても敬意を持って接していますよ。なんだ？急に何アピールだ？そうか。なんだ、どういうこと？今の会話何？まあ真相を見ますか。あ、本当だ、遠くから見たら男っぽくも見えるね。うん、女顔の男かなって思う。男っぽい女というよりは女っぽい男に見えるかな。やあ、波風くん、例の事件は解決したのかい？うーむ、信長さんは言いづれえな。おや、どうしたんだ、浮かない顔だ。実は君のことではないかと。ああ、思い切って言ったね。え、波風くんめっちゃ困った顔してんね。その、つまり君は男だと勘違いされたのではないかということでだな。勘違いされた？私が？すまない、あー謝ってますね。あは、いやいや、波風くんが謝ることでは。いや、むしろこれは役者として大変喜ばしいことだ。そうだろ？あー、ポジティブな人でよかった。もうそうだよね。うん、眼科に行くべきなのは自分だったか。まあと言っても男の子に間違えられることは昔からあったんだ。あ、そうなんだ、髪型関係なく。小さな頃は兄のお下がりを着ていたというのもあるだろうけれど。そうなのか。あははいやいや、慣れてるという意味で決して暗い話ではない。あー、ポジティブな人でよかった。いいね、こういうなんか前向きな、マイナスなことを前向きに捉えられるといいね。もうマイナスとすら思ってないんだろうね。うん、いやー、まあポジティブな人好きだな。まあまあ、それは置いといて。そりゃ小さな頃はワンピースみたいな女の子らしい格好に憧れたものだけど、今は違う。この髪型だって役者としての自分が好きでしているんだ。なるほど。君は実にかっこいい人物だな。あー、確かに。え、そうかな。なんかまっすぐというか、なんというか、なんか器が大きいというかね。まあ小さいことにくよくよしないみたいな。不安になることはないか？本来の自分は今の自分のような人間ではないのでは？と。ないよ。演じ続ければそれが真実になるんだ。ははは、かっこいいな、確かに。例えば私に君の知らない一面があるとする。だけど君にとっての私は結局君に見えてる部分で全てだ。なるほどね。その人にとっての真実というか。トイレで男に勘違いされたって悪いことをしてるわけじゃない。まあ確かにね。だから私は堂々としていればいい。それにほら、これいい感じだろ。確かに。君という人間にとても似合っている。いや、いい話だね。成功ですね。イエーイ。で、ポン、クリアですね。いや、一件一件、そう、謎も、なんだ、しっかり考えないと分かんないようになってるし、なんだ、真相が分かっても、なんかストーリーがしっかりしてるというかね。いや、いいゲームだわ。面白いわ。まあ、ということで、はい、今日はここまでですね。次は、とまつりちゃんかな？とまつりさんと悪魔召喚だって。オカルト研究部ね。面白そう。あ、初めて二人だね、依頼人が。まあ、ということで、はい、また次回もやっていきますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。はい、また会いましょう。ノラでした。